ルさ,ん土屋さん。まず佐藤さんと土屋さんはご本人にもお会いになってたっぷりとお話をされたと伺っていますおまあ実際にいらっしゃる方を演じるっていうことでひ、まあ、さんお会いしたんですけど、まあ、ものすごく魅力的な方なんですね。はい、でその魅力っていうのが何だろう僕にない魅力をお持ちの方なんです ところが僕の中ででで演じるようです,すごいハードルで<え>具体的に言うともうずっとニコニコされてるようなもう笑顔が素敵な方なんですけど僕あんま笑わないかったり佐藤さんはふだんと,もと笑うのが苦手だったりするんですよ<え>芝居する上でもそういう芝居に苦手意識があったので<え>多分ご本人はそう思われてるんだろうなって思うんですけど<え>あのちゃんとすごく笑われる方なので <laughs> でも。 あのまた、よりひしさしさんもすごく笑顔が素敵な方だから、たける先輩の笑顔とあの合わさったら、もう最高だと思います <laughs>、はいはい。全然フォローになってなくて、ごめん、ねえー、じゃあですよ <laughs> あのそう、でも本当に芝居する上で苦手,が意識苦手意識があったってのは本当です、ええ、カメラ向けられて笑ってって言われると、本当困っちゃうんですよ、この後フォトセッションですみません、先に言っておきますけど、あんま笑えないです、<laughs> 頑張りますが。 登壇の皆さんの8年前を振り返ってみようと思います。僕は20歳ですね。そうですよね。ちょうど20歳の時です。えで土屋さんが14、14、4、15、15、まそれぐらい。資料には一応14って感じて。14ですね。はい。はい。こすっごい簡単な引き算。引く8やね。爽やかですね。佐藤さんこの時のこと覚えてますか？ これはあの多分カレンダーの撮影ですねなんですか気合という武器だけで戦ってましたね <laughs> 気合<い>もうその一本で言ってましたもう芝居もやっぱテクニックとかも皆無ですか、まあ、今,今もないですけどとにかく気持ちだけでえこちら、はい、和服を着ていらっしゃいますかねこれは龍馬伝の時ですねあの坂本乙女 の幼少期をさんの幼少期を演じさせていただいた時でこれが初めてまあある意味あの、共演そうですねあの、龍馬伝でもあまあ、同じシーンはなかったんですけど<え>まあ、同じ作品に出ていたので、うんはい、まあ、共演って言えんのかなそう、ね、初めてですね<っ>なのでこの頃に出会っているってことですかこの頃にちょうど8年越しのは,はい8年越しの今回は妻を演じさせていただくことになりました 八年前のご自身を思い返して、何か変わったところありますか。変わったところですか。八、ええ、年も昨日もあんまり変わんない。もうなんか五年ぐらいが。皆さんの五年が私にとって一年ぐらいな感じで過ぎてるんで。<笑><笑>